うん、案が世の中にあったんだ。ねえ、あっちに鈴ひろの罠。どうぞ続けて。罠落としたわけじゃなくて、ちょっとしたスリル。ここにもう一組加わればいいのか。行くなら来週で。カレンじゃないんじゃないかな。なんとかに反するのはよくないよ。止めのない自宅ですべきだよな。そういう、そうだよ、ぬっくん。本物を撃ったこともあるんだって。本物ってどういうこと。海外赴任中なんだよ。バンバン撃ちまくってるな。設定が増えた。そうだ、ぬくみずくん、送ってくれない。俺、豊橋在住なんだけど。男友達も女友達もいっぱいいるから。胸がでかくて美人で可愛くて、初めての海外赴任で不慣れな彼にも、最初はただのルームメイトで、たまにか付き合いだし。妄想でも振られてやがる。充電ゼロになってる。お兄様に何かあったのかも。ところにでもいるんだろ。その次は果樹がおばさんになる番でしょ。うん、どの順番でいいのか。無理して彼氏作る必要ないんじゃないかな。恋人って無理して作るものじゃなくて、てる同士がそばにいれば自然とそうなるという。結ばれませんでしたが。あ、だからその、あれれ、彼氏作れって言ってなかったかな。なんかちょっと面倒だったし。今は面倒じゃないんだ。それとも、こんなきちゃん、あそこのゴンドラから。そこよ、もっと行きなさい。そう、こんなきちゃん。お、見つけた。二人で何してた。教えてもらおっか。特に何もなかったし。尊厳は破壊されたかな、ぬくみずくんに。は？何それ。ぬくみずくん。